はい。考えとらんかったの、今からまた考えてもらえばいい。考えとらんかったことは事実や。それそれで。しゃあない。だから、どうさ、あんたら。あくまでもそこにこだわられる。東北復興支援の会、アットマーク石川ということで、東北資源、東北復興の支援を、まあ、ボランティアに行ったりとか、こちらに避難していった方の、その、まあ、と交えてこう、まあ、イベントをしたりとか、そういうことをやってるんですけども、そういう人間が集まってるんですが、今回そういう人間の集まりの中で、瓦礫に関しては、いろいろ問題を含んでいる。まあ、確実なので、それをまあこちらに持ってくるのは非常に問題があると、別な方法の支援があるだろうということで、まあ、今日の申し立てになるんですが、東北復興で瓦礫を受け入れてほしいと国が言っていることに対して、東北復興支援する我々が反対というのは、なんかちょっと見た目におかしいので、まあ、もう一つ、まあ、ダブルネームになってしまうんですが、子どもたちを放射能から守る会石川と。形で、名前を、まあ、このためにつけたという形でやってますので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、その経緯がある経緯があるので、はい、よろしくお願いします。それで皆さんでしょうか。よろしいです。よろしいですか。できれば先生こちらの方がちょっと他の方いらっしゃるのでありません、ね。子供がこうやって受かった時にすっと、ね、もう出しました。だからこっちにすいません、ちょっとたくさんだから我々も考えて一つなんで、はい、すいません、わざわざあんたらもさんが分かってるんで、上の人だから海に帰ってたらそこに出れるように的にお約束の時間1分間ほど過ぎましたけども、今から申し入れ行動をしたいと思いますので、よろしくお願いします。で、はいはい。みんなこっち。
はい。はい。よろしいですか。はい。それじゃあ、私たちは、子供たちの放射能から守る石川の会、東北復興支援の会、アットマーク石川のメンバーです。で、まず代表の方から、本日の申し入れについて、読み上げて、ご説明いたしますので、よろしくお願いします。なお、資料については、あらかじめ、お渡ししてありますけれども、もう一人、それを見ながら聞いていただきたいと思います。はい、本来なら正式に渡しするべきかと思うんですが、一緒にちょっと見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。金沢市市長山野幸義殿、瓦礫の広域処理の問題点と石川県独自の被災地支援ビジョンを策定を求める申し入れ書。瓦礫の広域処理には被爆リスクという点からも、被災者支援という人道上の理由からも、県政の未来を考える上からも根本的な問題があると考えます。県民が現在及び将来的にも健康で安全かつ快適な生活を送れるよう、また被災地復興については石川、金沢、輪島だからこそ可能な貢献ができるよう、以下の3点を申し入れます。1、申し入れの趣旨。1つ、県知事等によるがれきの受け入れ検討については放射性物質を含むがれきの安全性が確保できません。現在の科学的水準では放射性物質を減少する術がありません。よって県知事及び金沢市長と輪島市長は発言を撤回し、受け入れ断念を表明してください。2つ、被災地支援については被災者の受け入れの継続など石川、金沢、輪島だからこそ可能な方策を検討してください。私たちも方策を進言します。3つ、県内各市長にあっては金沢市や輪島市とは違う各地区の特色を生かし、創造的で思いやりのあふれる復興支援の方策を検討してください。私たちも方策を進言します。2、申し入れ理由の概要。少し省略してお話をします。1、広域処理は道義に反する。福島原発事故によって発生した放射性廃棄物は全て第一義的な責任者である東京電力が引き取るもので、引き取るべきものです。責任の所在を曖昧にし、安易に汚染瓦礫を引き受けることは放射性廃棄物を受け入れる前例となりかねません。2、瓦礫の広域処理は国費から賄われ、被災者支援予算を圧迫する。安全な瓦礫なら現地に仮設焼却炉を作る方が経済的で、雇用の面から復興に役立ちます。一方、危険な瓦礫ならコンクリートで封じ込めるなどの対処法を考えるべきで、遠方に運搬して汚染を拡大するべきではありません。広域処理には膨大な輸送費や処理費がかかり、すべて国費から賄われます。それらの費用は被災地に直接回す方がより有効な支援になります。3、石川だからこそ可能な被災地支援の可能性がある。石川は放射性物質の効果が少ない戦場な土地です。石川は放射能フリーの県産農産物の増産、被災者の受け入れなどを通して被災地復興を支えることができます。4、放射性物質が含まれる瓦礫は一般焼却所で対応できない。焼却所のバグフィルターは放射性廃棄物の焼却に対応していません。静岡県島田市の焼却試験データを解析した市民が環境省にその結果を突きつけています。放射性セシウムは焼却されると気化して拡散するか、肺に濃縮され作業員や住民の被曝をもたらします。5、放射性汚染検査には不備があり、安全性を確保できない。現状の放射能汚染検査はガンマ線各種のみが対象で、毒性の高い放射性プルトニウム、ストロンチウムなどほとんどなされていません。
また、瓦礫の汚染度は空間線量計では測定できません。6. 原子力規制法と矛盾するダブルスタンダード二重基準の問題がある。原子力規制法では、原子力施設内における放射性廃棄物の処置として、放射性セシウム100ベクレルパーキログラムをクリアランスレベルと定めていますが、瓦礫の広域処理について、環境省は焼却灰の埋め立て基準を放射性セシウム10万ベクレルパーキログラム以下に引き下げました。これは明らかに原子力規制法と矛盾します。7.産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれる瓦礫は一般焼却所で対応できない。8. 汚染瓦礫の受け入れは石川県民重視の政策とは言えない。広域処理は県内の産廃業者にある程度の利益をもたらしますが、一般県民はリスクと不安を背負い込むだけで 何も利益がありません。世界農業遺産への放射性物質混在瓦礫の受け入れ対応を世界中が注目しています。石川のイメージダウンにつながり、観光業、農産物、海産物、健康食品の需要が減少するでしょう。放射性物質による被害は風評ではなく実被害なのだということを実感してください。 9. 県内焼却処分場埋め立て場の予定地では、作業員や住民の健康被害や膨大なリスクが発生する恐れがある。 10.広域処理が進まないことは、瓦礫処分の遅れの主な原因ではない。広域処理に回される瓦礫は、政府計画でも瓦礫総量の 20% に過ぎません。11. 広域処理は憲法地方自治法違反である。広域処理の地方自治体への強制は、地方自治の本旨をうたう憲法に反し、団体自治と住民自治という原則を定めた地方自治法に反します。12. 広域処理は国際合意に反する。国際合意に基づいて管理すべきであり、拡散を防止して集中管理すべきです。以上を鑑み、子どもたちを放射能から守る石川の会、東北復興支援の会アットバンク石川は、石川県谷本知事、金沢市山野市長、輪島市加地市長に震災瓦礫の受け入れ検討を撤回するよう申し入れます。そして石川の安全な大地と空気を守ることで、石川県だからこそ可能な被災地支援のビジョンを策定するよう強く願います。2012年4月5日代表山本監修、正式処理になります。市長にお渡しください。私としてはまだその瓦礫を受け入れるとか受け入れないとか決めているわけではございませんので、安全性の確保を大前提として、その可能性を研究したいということで今考えているところでございます。ここでいただいたご意見につきましては、研究会の中で、真摯に、検討させていただきたいというふうに、検討会の検討結果を得まして、当然可否にもかかわらず、市民の皆さんにはご説明申し上げるところでございますので、お求めいただくという事実を検討させていただきます。以上でございます。決定事項ではない。はい。で、受け入れる方向で検討しているわけでも、ないということですね。市としてはいろんな支援をしてございます。で、瓦礫の処理についても当然国民全体の真剣な手考える必要があるということで、何かできないかということは考えているわけです。ただご心配されている通り、安全性の確保というのは非常に重要でございますので、その辺も専門家を交えて市としても独自に調査研究したいというふうに考えているところでございます。はい、その予算は今年度から計上されたように見えますが、はい、聞いておりますが、はい、具体的には研究委員会ですか。はい、研究委員会です。はい、委員会を立ち上がったんでしょうか。いや、またです。はい、今それを専門家の委員の皆さんにお願いをしているところでございます。何名ぐらいでその委員会は予定されているんですか。専門家と、市と県で構成する予定でございます。はい、人数は分からないです。はい、それは公表されますか。
メンバーは公表されます。当然、委員会等で議会等にも報告させていただきます。はい、ホームページ等にも載るということですね。ちょっとそれはまだ考えてもございませんが、必要であればまたそういうことを検討させていただきます。はい、当然、委員会等に報告させていただきますので、その時に当然公開されるということになります。決定はいつぐらいを予定されているんでしょうか。まあ、こういった問題ですので、まあ、できるだけ早くということは考えていますが、内容は内容ですので、まあ、中身の審査については、研究については慎重にやりたいというふうに思っています。具体的なスケジュールは何でしょうか。まあ、強いて言うと、まあ、夏ごろまでには少し調査研究の報告をまとめたいというふうに思っています。ただ、まあ、専門家の皆さんのご意見をお聞きして、まあ、いろんな問題もあるし、嫌に聞いておりますので、まあ、そういったところを真摯に、きちっと調査研究したいというふうに思っています。夏というのは、7月と思えばよろしいですか。はい、まあ、夏ごろまでにということなので、ね、はい、夏ごろということは、どうでしょう、6、7、8月ぐらいは夏ですね。今、4月でございますので、現場ですぐ7月にすぐ結論が出るというふうには考えています。はい、そしたら、今4月、5月、6月、この2、3ヶ月で、結論がいきなり出されるということはないと思えばよろしいです。はい。はい、いただいたご意見も慎重にきちんと見させていただきます。はい、ちょっとメンバーからというのは、今ほど金沢市の見解っていうのは示されたわけですけれども、皆さんずっとこの間いろいろなことを勉強されて、それからまたいろいろな不安も持っております。で、そのことは今ほんの少しだけ読み上げただけです。で、もう一つ申し入れ文書それ自身として読み上げた部分も非常に少ないんですけれども、さらに申し入れの理由の説明っていう形で具体的に提示してあります。それからもう一つはこういう形で、いろんな資料っていうものを提示してあります。したがってこれらに対して十二分にご検討いただいて、その上で私たちが申し入れた趣旨っていうのをどのように理解されたかということについて文書で回答を一つお願いしたいと思います。で、それはなぜかって言いますと、やはりこの問題については、その場その場の言葉だけでのやり取りだけで済まされていくようなことがあってはやはりいけないと。なぜならば命暮らしに関わる問題であると。それが東電をはじめとして国なんかは全くこの責任もこれだけのことを起こして起きながら取ろうとしてない。で、それはなぜかといったら文書化してないからです。あるいは議事録も出してない、そういう形のものがありますから、ぜひ金沢市は責任ある立場でこれに対しての見解というのを、申し入れに対しての見解というのを出していただきたいです。で、その上に立って、皆さんの方から意見があると思いますので、ちょっと耳を傾けていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。今の一つ質問していいですか。先ほどから専門家専門家っていう言葉が何度も出ましたけれども、どういった方に今そのお願いされているのかっていうことと、それからもちろん決まりましたら公表ということがありましたけれども、その審議会っていうんですか、それ自体をもちろん公開していただいて傍聴できるようにしていただける。まず1点目ですけども、一応その放射線と廃棄物処理の専門家を今考えています。それから2点目ですが、これ当然その審査をしていろんなご意見があると思いますので、今のところ傍聴等は考えてございません。ただその報告書をまとめた段階では当然記者会見等もさせていただこうかなというふうに思っています。ただその当然取りまとめしたものの趣旨については、皆さんにインターネットを通じて公開もしますし、今ご回答ということだったんですけども、そういう皆さんいただいた内容も含めて、そういう報告書の中で、ご回答できればいいかなというふうには思っています。そういうことだと決まった後にこういうふうでした。ちょっと待って、ちょっと今ちょっとこんな長くしませんから。決まった後にね、
こういうことでしたっていう形で経過を報告されるという形になって、その中でそれ以降再度審議をするとかそういうふうにはならないのが通例ですわね。でそれなぜならばお役所っていうのはきちんと一度言ったことはそれなりに責任を持ってこの検討した結果ですからっていうのはあるはずです。ですからその審議過程それ自身についてやはり私たち自身は非常に危ういものを感じていますから申し入れているわけです。でそういう意味でぜひ公表していただきたいと思います。で具体的な例を挙げますけれども、石川県が2度この広域処理の問題で説明会をされました。地場産業センターで私たちも傍聴させていただきました。でそこの中で格別な混乱も何も起こしていません。私たちは真摯にどのような状況でそのことが審議され、この決まっていくのかというプロセス自身に関与していくというのは、これがこれからの時代の民度というものです。ぜひその点を考えてください。自分のまず1点目のお答えですけども、はい、この調査研究はあくまで科学的に報告をしていくつもりです。で金沢市としては、その報告をいただいた上で、当然住民の皆さんにご説明する必要もありますし、施設周辺の住民の皆さん、それから市民の皆さんにも説明する必要もありますし、私どもは配置審議会というのが持っておりまして、そこへ市民の皆さんの代表とか例えば商工会社の代表とかいろんな代表が置いてます。そういうところにもかけながら最終的にそういうご意見を聞いた上で、判断するつもりでございます。ですからその科学的にその今検討会の中で今検討することを持ってすぐ決まるわけではございませんので、それはそういうところと全然別のお話ですので、基本的に今その傍聴運動については今のところ考えてございません。ありません。地方自治体の担当部長様で、もちろん首長様、皆さんいろんなお立場はあると思いますけれども、まず何よりも第一の職務責務としては国の方、国と同列に立って私たちの方に向かい合うのではなく、私たちの一番最前列に立って私たちと同じように、同じ方向を向いていていただきたい、私たちの一番前に立って私たちの盾になっていただきたいというのが本当に心からの思いです。ここに子どもたちもいっぱい来ていますけれども、皆さんの後ろには私たちであり子どもたちでありみんながついているということをご説明お願いいたします。もちろん皆さんがいろいろな検討をされて判断を下したことに関してはきちんと責任を取っていただけると思っております。もちろんそうですね、何かありましたときには責任を取っていただける。ただしこの放射性物質による体への被害に関してはいくら責任を取るといっても、もう恒久的なものでありますから、お金や何やっていう責任の取り方はできないと思います。安全っていうことも確証はどんなことをしても確証っていうものは得られないと思うんです。なのでそこのところを本当にお考えになって判断を下していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私どもは本当に身近な市民の皆さんと直接接する市役所でございますので、十分そういった皆さんのその意見とかそういうところは大事にしながら物事を進めていく。ちょっと私たちの会に対して手紙とかあるいは小さいやつとかいろいろ送ってきておりますので、ちょっと紹介させていただきたいのでよろしくお願いします。はい、そんな長くありませんか。はい、これは輪島のお年寄りの方が本当に本だけなしも中からくださったと思うんですが、ご寄付と一緒に書いていたお手紙です。短いお手紙ですが、私たちの代表に送られてきたものですけれども。J.J. ルソーは自然に帰れと呼んでいます。神が与えられたままの自然が一番、自然が天国。
東北震災瓦礫を受け入れれば、輪島ものとも石川も地獄になります。放射能汚染は地獄、天国が幸福、地獄は不幸。この広い世界で誰が好んで天国から地獄へ落ちることを選択する者もいるか、よく輪島市民、石川県民に考えてもらいたいというお手紙と一緒に、ご寄付をいただきました。こういったお年寄りからの声、皆さんからの声も真摯に受け止めていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この際一言なんか。じゃあ、最初は被災地のために瓦礫を受け入れましょうっていう声でみんながそういうふうに思ったと思うんですけれども、例えば今でしたら徳島県の知事がはっきりと県民を守るために受け入れしませんって言ってますし、岐阜県の高山市長もそういうふうに言っています。そういう他の自治体とか市町村の動きもちょっと参考にしていただけたら嬉しいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ございません。なら今わずか、はい、すみません、うちは誰もなく言われないから、ちょっとそのここの山の市長さんが陸前高田市長のことを言われたことがあったんですけれども、現在この方はその瓦礫のことについてあまり処理場の作れというふうには言われてないようですけれども、本当に早い段階でこの本の中に処理場を現地に作ってくれれば本当に自分たちの雇用にもなるし、どん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 もっと話が進むのに、なんでこういうふうな対応が進まないんだということを書いてられます。でぜひ市長さんにご了承いただきたいと思います。じゃあまだ25分も経ってないんで、ね、本当ですね、忙しい内容ですよ。いやいや、それはそうなんだけど、要するにどういうことを言いたいかって言ったら、一つは商工会議所とかいろんなところの意見も聞きますよというふうに言われたんだけども、まずね、こういうふうにして一番関心を持っているのは、ある意味において私たち今日ここで数字的なことを含めて何も言いませんけれども、この勉強もしとるわけです。専門家の人も大切ですけれども、市民が一生懸命勉強して必要に駆られて勉強したっていう、そのことをきちんと受け止めてやっていただきたい。したがってそれなりの回答については今市長がおいでませんから、市長の判断も仰がなければならないという要素もあるかと思いますけれども、後日、1週間ほど経ちましたらまた、来ますので、一つその時にはそれなりの回答をご用意お願いしたいということと、私たち自身としてはその今の問題に対していろんな公開質問状も準備していきたいと思いますし、それから署名集めもしていきたいというふうにして思ってますので、それをまた持参して皆さんと胸襟を開いていろいろと安全な金沢市に来ていくために力を合わせていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すみません、失礼でした。石川県と金沢市の利益っていう視点だけではなくて、もし今度のことで日本全土が今度での汚染ということにもし広がるとしたら、それは国全体にとっての不利益にもなりますし、日本を離れて世界全体に及ぶ生活も果てしないと思いますので、本当に人類というか日本に越えて含めて全人類の命っていうことに立って、この危ない放射能をこう広げていくことについてどうなんだろうかっていう、本当に正しい処理の仕方はどうなんだろうかっていうことを本当にみんなの命のために考えていただきますようにお願いいたします。じゃあ貴重な時間費やしましたけれども、しかしそれ以上の成果というのは必ずあると思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこれで終わりたいと思います。なら県の声これから移動します。お部屋を用意していただいて、もう少しきっちりとした今日はちょっとそれは今日だったんで、はい、申し訳ないですが、私どもがやっぱり仕事をしてるんで、突然言われて、はい、それはですから私たちは今、今日のことにその前に私の方にちょっと覚えていただいて、はい、また調整をして、はいはいはい、決して私どもが遊んでるわけじゃない、それはもちろんそうです、はい、それは僕
僕らも。私たちもそうです。ここに来る人がこんなにはないです。お金もらってないですか。仕事してください。祈りがけて。それは分かってます。ただ県の方あるいはね、環境省県そういうところが急いで6日までに回答しなさいとかいろんなやつがあるでしょう。それに基づいて当然あなた方もやられているわけだし、私たちもそれが決まってしまってからでは遅いということで今お伺いしてきているん でこれは急遽だったんですが、私たち自身も急遽でもこれだけの人が関心持っているということを一つ理解していただくと、被災地でも当然中継ステートは作ってますよ。すごい宮城県の場合に作っていることもどうにかしてないっていうふうにこの人の発言を否定されたのを耳にしたんです。ですからこの本をお渡ししたということですので、はい、よろしくお願いします。はい、すれば分かります。忙しいのであれば、言われたように、ちょっと6日までに、じゃないわ。この間、前日自体に県の方がどういうことができるかとか、なんか書いて出させますけどね、それは必ずあったらどういうふうにしたか。新聞報道で言われた通り、話としては本当その聞き方がありかなしかで答えるんで、本来は市としては本じゃなかったんですけど、どっちかにしてくれって言われたんで、ただ検討会を開くということで可能性もありますので、とりあえずありということで出させていただきました。でなしから検討かもしれないんですけども、皆さんの意見もまた審査しながら検討していきます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。それはだって一時に来られるというのだけを聞いたので、で10名っていうお話で、ね、ただじゃあ10名入る場所はここなら入れると思って、はいはい、行動のことも全然抑えてなくて、だから10名についてはね、10名も来るとも私自身も思わなかったんだけど、まあ、みんなに連絡したらこれで集まっとるんで、これは私たち自身も急なもんだから、人数の確定もあるので、今感じてから、回答はですね、独立はもらってはもらってないですけど、やっぱりこうやって考えてる人間がね、大きな中 でしっかり考えてるっていうことをしないとかないと、一緒にやりたい、個別にこんな感じで、私らだったら、例えば、大田さんの団体とか、いろんな団体があるかもしれないです。いや、そうじゃなくて、そういうのが仕事なんで。難しいこと言うなよ。それで不安にさしといて何が仕事か優先や。説明会をやりますんで。国民の代表なんじゃないの。そうでしょ。説明会をやりますんで。だから説明会にももちろん寄せてもらいますし、ね、ただし僕たち半日潰したわけでもなく、大きな声出さなくていいじゃないですか。だけどそれで、いやいやいや、おかしいこと言うからでしょ。私らの仕事を潰して何するんや。いや違います。今言ってるのはおたくらの団体はおたくらでこう言ってたから、それで例えば次の時にね、いろんな申し出しとって話し合いしたいっておっしゃられるから、それから他の団体もいろんな団体さんを入れるんで、どうせ市民の説明会を書くんで、その場でいいじゃないですかって今ご提案しただけなんです。いやいやいや、仕事を潰されるのか、仕事の時間取られるのか、よさだでしょ。今ね、じゃないです。いや、だからそれはそういう意味でなかったということについては、そういうふうに受け止めましたけれども、しかしそういう意味でなかったということについては、訂正されたということで、私たちも受け止め直しします。それは今、私らの、はい、確かに瓦礫のいろいろなお話があって、皆さんとお話するのも仕事の一つです。それは認識してます。だから、まあ、言葉があやったということで、よろしくお願いします。何人か役員の関係で、他の市長の人も来
きますけども、はい、市民で、はい、パソコンとか、ね、インターネットで瓦礫問題に本当に真摯に考えている人たちが集まっていろいろ自分たちで勉強して情報を知って全国はどうなっているかとか国は何を言って何をしてどういう責任を取ってきたのか東電はどうなのかそういうことを全部調べてそれでそういうふうにして自分たちで勉強してそしてその今回は本当にその6日っていうのに合わせたので急で本当に申し訳なかったんですけども次回からは本当に連絡を取ってちゃんとしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。あ、そういうことで、ここでこれ以上話してもまだな。お互いその敵対的に喧嘩するわけね。そんなバカはない。それつまり大きな声出されるけど、そんな必要は何もないの。もし間違ったことだったら、あんた間違いですって言ってくれれば。それで、ただし、やっぱりみんな、やっぱりね、それ今、危機がみんな高ぶっとるのに、あんたらみたいにいつもこういうの慣れてる。いや、慣れてないよ、こんな。こんな感じ代表になって、やっぱり名前の声で出すっていうことは、山本さんにとってはすごくリスクの、ばっかりやって何もメリットのないことなんですけど、山本さんって確か市長さんのなんか知ったかなんかそれ。私は皆さんうちながらの知らないんですけど、でもうちながらですけど、やっぱりさっき言ったんですけど、なるほどとかそういうところがあった時はうちながらで影響がないわけじゃないし、とにかく全世界的なことっていうふうに話が途中になれたけどもね、先生は流れた。普通に会見したのって12かってすごいことだと思うんですね。それを別にみんなして言うわけではなくて、もう当たり前のようにしてしまってるところもおかしいと思いますし、サンドっていうのはね、確かにサンドのことだね。私は守ってくださいなんですけど、日本バスのゴルフ場が通りを訴えたでしょう。瓦礫じゃなくて汚染したから何とかしてくれって、そしたら東電はもう原発から出てきた放射能は東電のものじゃないんだってそれ裁判になって裁判でそれが東電勝訴したんですよ。そんなことで誰が聞いても馬鹿げた、そんなことがまかり通ってて、で今金沢が受け瓦礫を受け入れるということがそれと同じことだと思うんです。どんな低レベルだっても岩手まで浮き瓦がそこに汚染されてたとか話してるような、その低レベルのものが高濃度に汚染濃縮するということで、で私たちも危機感を抱いてるし、で東電が引き受けるというものをなんで自治体の私らが宿住民が引き受けてるのか、昨日新聞で読売新聞で出てたのはあの辺の人たちが岩手とか私は瓦礫をあって困ってるから東電に引き取ってくださいって言ったんですよ。そしたら東電はそんなもん引き取れないって言うそういうふうなことを東電はしてるのになって、本当に私らの子供たちの命まで分けてるのに、ね、やっぱりそういうのもいろんな自治体が声を上げていくべきだと思うので、こういう活動も国に対して国が主体的に責任を持ってやるべきだっていうのは言ってるんですよ、うん、本当そうなんだ、うん、だけどそうは言ったって市としても少しできることはないか少し考えていますって、そういう立場なんですね。本来は国が主体的にやるべきだって、その全部市長から通じてそれを国へ出してるんです、うん、まあ、だから全然皆さんと一緒な考えなんですけど、ただほっといていいかどうか、その辺がそれで安全性の全安全性っていうのを大前提として心配もないので、もしあるならご紹介されてるけど、岩手県と東京都でいうと東京都のがもっと汚染されてるんですね。で東京、私も行って息子も行って平気でお土産買ったりするんですよ。で岩手の例えば何かだったら嫌だって、それこそ風評被害だと本当思うんですよ。それもちょっとおかしいなと思うんで、またそんなご意見その声を聞けてちょっとまた一緒によろしくお願いします。テレビ局の前では言われる内容がどっちかというとそこでも言うんですできれば本当に市長さんと話してきたらいいんですけど、いや記録です、はい、市長さんテレビ局来てるって同じだと思います。なら行きますよ。